ミラノフードリアを救った写真ミラノフードリアはイタリアンファミリーレストランチェーンのサイゼリアで提供される商品。サイゼリアの代名詞、看板商品として知られる。ホワイトソースやミートソース、粉チーズをターメリックライスに加えた料理である。そのうちホワイトソースには1食あたり 500ml という多くの生乳を使用している。調理には約6分ほどかかる。 ミラノ風という名称ではあるものの、イタリアには存在しない。このミラノフードリアという名称は、使用されているミートソースに由来する。すなわち、ミートソースがイタリアボローニャ地方のものであることから、その近隣のミラノの名を取ったとされる。あるいは、ミートソースがミラノの郷土料理を参考にしたことが、名称の由来だとも言われる。一食299円という、 極めて安い価格で販売されている。このような低価格での提供が実現しているのは、オーストラリアの自社工場で原料調達を行っているためである。低価格での提供には、他の料理と合わせて注文することを可能にするという目的もある。また、サイゼリア社長のホリの一世は、ミラノフードリアを安く提供する理由として、単価を安くすることで、食の選択肢を広げ、 外食における格差をなくすという企業理念の実現を挙げている。管理会計論研究者の長坂津隆氏は、こうした低価格でも利益が上がる背景として、作業方法の効率化を担当するチームの存在、重要作業のマニュアル化によるコスト削減、品切れを防ぐ発注管理システムの整備にあると論じる。そして、ミラノフェドリアが通常のライスの代わりに、 オーダーされることで、客単価の上昇をもたらしていると述べる。炎症フードサービス専務の料理人である、稲田俊介は、イタリア料理店を標榜するサイゼリアにおいて、イタリア料理でない、ミラノフードリアは、看板メニューでありつつも、昭和感を感じる、なぜある、軽メニューの一つだと述べている。稲田は、サイゼリアのメニューの中で、ミラノフードリアを低く評価しつつも、 ミラノフードリアなどで利益を確保しているために、サイゼリアは価格に比して、質の高い生ハムやサラミ、ワインを提供することが可能になっていると評している。ミラノフードリアはもともとは、従業員がまかない食として食べていたものだったとされる。ライスにホワイトソース、ミートソース、粉チーズをかけたもので、常連客の要望で、裏メニューとして提供されたものが人気を博し、 通常のメニューに採用された。はじめはミートグラタンという名称で提供されていたが、メニュー数の増加を受けて、取り違いを避けるために、前日の通りミートソースを使用していることからミラノフドリアと、故障するようになった。当初のメニューでは、カニドリアやピラフなどとともに、リゾットの区分に乗せられていたという。創業から間もない1969年頃から、 サイゼリアに存在したとも言われるが、現在のミラノフードリアは1983年に発売されたと申される。ミラノフードリアが長くにわたってメニューに残った背景にはメニュー改定を抑制的に行い、既存のメニューをより良いものとして提供することに注力する方針があったためである。そして1999年には価格を4割下げたことが評判となった。 これは、低価格戦略推進の一環の中で、ミートソースの安定供給が可能なことを背景に、各商品の創出を狙いとしたものであった。当時の社長の小垣安彦は、新たな価格290円を、寝頃を通り越して、もはや、驚きの価格と位置づけ、特定の商品に注文を集中させることで、効率性の向上及び、収益構造の改善を意図したものと述べた。 実際にミラノフードリアは料理の品質を下げていないのにもかかわらず190円値下げの290円という価格となったことで従来のほぼ3倍の売り上げを達成するようになった2002年になると前日の通りミラノフードリアの原料を製造するための食品加工工場をオーストラリアメルボルン郊外に作っているオーストラリアを選んだのは日本よりも肉や 入製品が安く調達できるためであった。こうした工夫に加え、通算で1000回ほどの内容の改良が行われている。2020年11月には、ミラノフードリアを主に提供するファーストフード店、ミラノ食堂を新業態として実験的に開いている。新型コロナウイルスの流行を受け、小型店舗にすることで賃料を抑えることで、新たな事業の柱にすることを狙ったものだった。 ミラノフードリアのサイズを1.5倍とすることで、単品での満足感を高め、顧客回転率を向上させ、また提供時間の短縮によりテイクアウト利用の比率を4割まで拡大させることを意図したものとされている。ありがとうございます。